はい、できましょう。特別な三角形の三角比ですね。ここでは何やるかっていうと、サイン30度、コサイン30度、タンジェント30度の値は自分で求められるようになろうねと。30度だけじゃなくて45度とか60度でも一緒だよと。この辺の30度とか45度とか60度の三角比の値っていうのはもう自分で導き出せないと三角比ではもう勝負にならないんですね。なんで、この30、45、60っていう、この超基本的な三角比をしっかり思い出せるようにしようと。っていうところなんですね。で、これはどうやってやるかっていうと、この特別な三角形の比を思い出すと。中3の時にやったんですね。三平方の定理のとこで。この三角定規に出てくる二つですね。一つは正三角形の半分。もう一つは直角二等辺三角形やけど、この特別な三角形の比っていうのは中3でやったんですね。ね。まあもう忘れてる人のためにもう一回比を思い出しておくと、これ正三角形。だから、もしここの長さを2としたら、ここの長さも2で、これはその半分なんで、ここが1になるんですね。であとは三平方の定理を使えば、ここはルート3やとわかると。つまり、この特別な三角形、三角定規の半分、正三角形の半分の三角定規は、2対1対ルート3、2対1対ルート3という比をやったんですね。同様にこの直角二等辺三角形は、こことここが等しいか、もしここの長さが1だったら、ここの長さも1だろうと。で、三平方の定理より、ここの長さ、ルート2って分かるんですね。つまり、1対1対ルート2。直角二等辺三角形の比は、1対1対ルート2と。この辺の比を思い出そうね。そしたらできるからね。っていうところなんですね。じゃあどうやって求めるかっていうと、さあ、求めたい角度をこの1にするんでしたね。これ前回の動画思い出してください。三角比を求めたいときは、この形を作るんでしたね。ここに求めたい三角比の角度を持ってきて、ここに直角を持ってくる。その時にサインっていうのは、これを思い出すんでしたね。ここ分のここ。つまりサインは C 分の B だよと。っていうふうにやったんですね。コサインはどうなるかっていうと、コサインは C 分の A やったんですね。そしてタンジェントはこれやから A 分の B で求められたよ。っていうのをやったんですね。これが前回のポイントでした。だからそれと一緒なんです。ここに30とか45とか60を持ってきた同じやり方でできるじゃないかと。じゃあ具体的にどうやっていくかっていうのを見ていきますね。まずサイン30度、コサイン30度、タンジェント30度を求めたいなって思った時、この形を作るんですね。ここに30度を持ってくると。ね、ここ90度を持ってくる。そしてその次に辺の比を思い出すんです。ね。この30、60、90は2対1対ルート3なんですね。正三角形を想像すれば簡単です。正三角形を想像したら、この斜辺の部分を2と置いて、ほなこっちはその半分の1になって、ここは三平方の定理よりルート3になるんですね。この2対1対ルート3さえ思い出せば、サイン30度はどこ分のどこかっていうと、ここ分のここなんですね。やから2分の1ってすぐわかると。コサイン30度はここ分のここやから、2分のルート3ってすぐわかるよと。タンジェント30度はここ分のここやからルート3分の1ってすぐ分かるよと。っていう、それだけの話なんですね。この三角比の値をね、ややこしいからって言って丸暗記しちゃう人もいるんですけれども、それはそれでね、すごい、いい試みやとは思うんですけれども、ほんまもう後々めっちゃしんどくなっていくんです、そうやっちゃうと。最終的にはこれ数2まで行くと、サイン330度とかね、そういうのも自分で求めなダメなんですね。その時にもう全部丸暗記で行くってなると、ほんまに大変なんで、もう今のうちにこの考え方に慣れといてください。ただ単に辺の比を求めて、求めたい角をここにして、サイン、コサイン、タンジェントはどこやっていうのをやるだけなんでね、慣れれば全然難しくないです。なので、しっかりね、この考え方を身につけておいてください。次、45度でも行きましょう。45度。これはちょっとね、サイン、コサイン、タンジェントって書いてくれへん。ちょっと、いやらしい問題もあるんですね。そういう時のために漢字で書いてます。正弦はサインのことです。余弦はコサインのことです。正接はタンジェントのことです。で、これ慣れるまで大変かもしれへんけど、後々、正弦定理、余弦定理っていうのを習うんですね。正弦定理、余弦定理っていうのを習う。正弦定理っていうのはサインを使ったある公式やと。余弦定理っていうのはコサインを使ったとある公式やと。それを習った後やったら、この正弦と余弦っていうのがサイン、コサインっていうのは実はスッと出るんですね。なんで、タンジェントが正接っていうのもすぐ思い出せると思います。慣れるまではね、ぜひぜひ頑張ってトレーニングしてくださいね。正弦はサインだよ、余弦はコサインだよ、正接はタンジェントだよと。45度の正弦、余弦、正接ってやってもびっくりしないようにしてくださいね。サイン、コサイン、タンジェントのことやなと。じゃあどうしたらいいかっていうと、やることはやっぱり一緒で、ここ90度にして、ここに求めたいのを持ってくる。そして比を思い出すんですね。1対1対ルート2やと。
そしたらサインっていうのはここ分のここやからルート2分の1、コサインも一緒、ここ分のここやからルート2分の1、タンジェントはここ分のここやから1分の1で1っていう風に分かるよと。ただそれだけなんですね。ラスト60度でも一緒です。60度を求めたかったこの三角形書いて、ここ直角でここ60度にして辺の比を思い出すんですね。正三角形を思い出して、ここ辺を2にする、そしたら底辺は半分の1になって、ここは3辺を乗っているよりルート3、2対1対ルート3になるんですね。ほんならサインはここ分のここやから2分のルート3、コサインはここ分のここやから2分の1、タンジェントはここ分のここやから1分のルート3でルート3っていう風に分かるんですね。ということで、ここでは特別な三角比の、三角形の三角比についてやりました。ね、ここでは何をやるかっていうと、比を思い出して、ここに角度、求めたい角度を持っていって、サインはどこ分のどこやっていうのをしっかり押さえておくんですね。サインはここ分のここ、コサインはここ分のここ、タンジェントはここ分のここやったと。っていうふうにやるんですね。それで、もう大丈夫です。あとはね、自分でもできるようにね、ノーヒントでできるように、類題見つけて、しっかり練習しておきましょう。